750億円という数字を出してきたのか、沖縄ののの基地負担軽減ために全力見せかけるものだったという可能性、疑いを持っております。そういった思いを胸に、沖縄の基地負担の強化ですよ、でそれをです、ね、とても受け入れられるものではありません。えー 安達君。日本維新の会の安達康史でございますあの。西村大臣はじめ、あの政府・与党の皆様、大変な中、閉会中でございますが、お出ましをいただいてありがとうございます。あの今の共産党さんのです、ね、質問なんか聞いていると、やっぱり、えー、言うだけの政党は楽でいいなと、こう思います。あのやっぱりね あの西村大臣はじめ、政府のご苦労、私たちはよく分かってますあの。自民党、公明党は国で与党、政府与党として統治をされてます。 私たち日本維新の会、大阪維新の会も、大阪で、えー、大阪市長、大阪府知事をいただいて、責任を痛感しながら、24時間365日、必死で、今このコロナ禍をですね、乗り越えるために、懸命に働いている立場としてですね、今日はいくつかお願い事も含めて質問させていただきたいと思います。これは3年前の質疑ですが、この維新さんは、政府に質問する国会の場で、 なぜか立憲民主党と日本共産党の悪口を毎回のように言っています。それでは、日本共産党さんの質問がお気楽なのかご覧ください。赤嶺政権君。委員長赤嶺君。えー、日本共産党の赤嶺政権君。 政権です名護市辺野古への米軍新基地建設について質問をします建設費用の問題から えー、伺いますが、防衛省は、二0 1九年十二月、軟弱地盤の改良工事に伴い、新たな経費の見積もりを公表をしました、えー。それまでの三千五百億円を九千三百億円、2.7倍に引き上げました。環境保全措置が七百億円。埋め立て工事の関連で、えー、仮設工事が 二千億円。えー、五眼工事が千五百億円。埋め立て工事そのものが三千六百億円。えー、付帯工事が百二十五億円。えー、飛行場施設の整備が六百二十五億円。え、キャンプシュアーブ再編成の工事が 750億円、合計で、えー、9300億円となっています。えー、まず、あの、防衛大臣に、えー、伺いますが、この計画に基づいて、これまでにどれだけの予算を を支出して、えー、来てるのか、えー、総額、内訳を示していただけますか防衛大臣、木原みどろ君え、まあ総額と内訳ということでございます、えー、普天間飛行場代替施設建設事業等にかかる2006年度、平成18年度から2022年度、令和4年度までの支出済み額は、えー、約4312億円、12億円となっております。その内訳でございますが 環境影響評価等に要する経費、まあ、すなわち、えー、環境影響評価、環境現況調査及び、えー、環境保全措置等にかかる経費として366億円。えー、埋め立て工事に要する経費、すなわち仮設工事、護岸工事、埋め立て工事及び付帯工事にかかる経費として3159億円。 飛行場施設整備に要する経費として約一億円。キャンプシュアブ再編成工事に要する経費、すなわち陸上部における施設を再配置するための 経費として約786億円となっております。えー、2022年度までの支出総額が、えー、4312億円という,う説明でありました。既に全体のー46%をー支出していることになります。えー、具体的に聞きますが、えー、埋め立て工事は、えー、全体で、えー、3159億円を おう、支出しているとの説明でした。仮設工事や 護岸工事を除いた埋め立て工事そのものについてのおどれだけ、えー、手術しているか通常区分ごとに、えー、支払いを行うのではなく、まあ、契約額の総額をお支払っているところです、まあ、このため、えー、支出済み額については埋め立て工事に要する経費全体として、えー、整理されて、えー、きておりまして、まあ、お尋ねの仮設工事や護岸工事付帯工事を除いた、えー、埋め立て工事の 質積み額というものをま正確正確にですねお示しすることはま困難であると私たちはあこの質問を準備する前に、えー、契約の一覧表をお求めましたえー、それにはあ予算総額も書いてえー、おりますえす、ー、でに、えー、埋め立て経費として二十二年度までにえ十、ー、四件、えー、契約しておりますがえー、その合計で 1> 約一千七百 飛んで4億円になるわけでございます。しかしながら、あの先般委員から、まあ、ご依頼いただいて、いい提出した資料、い,い,いや、まだ途中でございます。いやいや、17004億円って言ったじゃ、ええ、あの足し算をするとそうなりますが、その正確にあの説明をさせていただきますと。 あの、契約件名に埋め立て工事と記載がある工事の中には、まあ、埋め立て工事の他に仮設工事などが含まれているものもあるんです、ね。それで、一方で、えー、同じく委員から御連で提した資料の中に記載しているように、契約件名に埋め立て工事と記載がない工事、えー、にも、実際にはその埋め立て工事も含むものも、あの、これはあの、技術的にそういうものがあの含まれているものがあります。まあ、こうしたことから、 契約件名に埋め立て工事と記載されている工事の支出済み額を足し合わせても、まあ、単純に足し算をしても、その仮設工事や護岸工事、付帯工事を除いた埋め立て工事の支出,支出済み額には、あの、ならないということであります。埋め立て工事契約という、ちゃんと防衛省の中の資料が あるんですえ。そこにいろんなものがね、えー、この含まれているから物理的に困難だっつって、えー、そんなあ、そんな自分たちの使った予算も説明できない象徴ってあるんですかそれ自体はおかしいですよ。で私たちが取った、えー、資料の14件のうち、さっき防衛大臣は、えー、足し算すると1704億円と言いました。 で、埋め立て工事そのものは、三千六百億円のお見積もりでし,でしたが、す、え、で、ー、に、えー、説明がありましたように、千七百億円余りをお出しています。四ントです、えー。ところが、その間に実際に今埋め立てたのは、全体のお土量の 14%にえ過ぎません。えー、14%で1700億円ですから、えー、100%を全て完了するには、1兆2200億円かかる計算になります。当初の3600億円で、えー、収まるはずがありません。政府が、えー、見積もりを示してから22年度末までにわずか3年です。 令和元年二0 1九年、当時のその埋め立て材や、また人件費の単価などの要素を踏まえて、えー、まあ防衛、えー、沖縄防衛局においてですね、えー、まあ見積もられたものとなるわけであります。赤嶺長。か政権君。埋め立て材が上がってるわけないんですよ。ガンズリの値段、上がってませんよ。ガンズリ、資材っていうのはガンズリですよね。埋め立て材はね。上がってませんよ。人件費というけれども、設計労務単価そのものも、 上がっているのはわずか8%ですよ。こんなにね、予算規模が膨らむはずがないんです。実際にはえ間違った説明を,をしていたことになると思いますが、総理いかがですか。法大臣 三原弥君、防衛大臣だったらいいです。またさっきと同じ説明だから。具体的な内容ですので大事ですいやいや。具体的な内容を聞きました。あ<の>委員長、ちゃんと整理してください。あの一般的にですね、この建設業界、あの防衛施設だけではなくて建設業界においては、まあ令和元年のまあ当時からまあ人件費や資材価格が上昇傾向にあると。 ということはお承知しております。それじゃあですね、私たちが調べたら、埋め立て資材価格、ガンズリですよ。上がってませんよ。上がったというなら、その根拠を、ちゃんと資料として出してください。人件費一般に上がっています。しかし、えー、ダンプでですね、ガンズリを運ぶ運転手の設計労務単価もほとんど上がってないですよ。それもきちんと、 お、説明を、する資料をですね、えー、出してください。あのー、今、埋め立て工事を、お、申し上げましたけども、え、今度はですね、埋め立て工事だけではありません。キャンプシュアブ、再編成工事は、786億円を、お、支出して、え、おります。 すでにですね、当初の750億円を超えてるんですね。防衛大臣、キャンプシア部ブ再編成工事、これはどのような工事なのか、なぜわずか3年で当初の見積もりを超えたのか。元年12月に経費の概略として、委員御指摘の約750円とお示しをしておりますが、 令和4年度、2022年度までの支出済み額の総額については、約786億円というふうになっております。でキャンプシャープ再延工事については、まあ、個々の施設ごとに、えー、日米間で、まあ、具体的な検討を行った上でえで、ー、合意したものから、まあ、工事を進めていくこととしているわけですが、えー、個々の,その施設整備にかかる所要額を計上してきた結果、 ま、当時の見積もりを上回ったということになるわけであります。今の当初予算をはるかに超えたのは、え、ここの施設の工事について、え、ここにアメリカと相談しながら、え、やってきたと。今そういう答弁でしたけれども、普通は、 予算の範囲内でということになりますよね。予算がこれだけだからということになりますよね。予算を超えて、アメリカが、米軍が要求してきたらいやいや、これ予算超えますからと。そういう説明になりますよね。普通は。で、えー、基地の完成というのは、えー、沖縄から、ああ、沖縄県から軟弱地盤の承認を得てから、少なくとも、これから12年はあかかるというのが、 え、政府の説明でした。え、それと、セットで示した経費の見積もりが、わずか3年で超えてしまうというのは、これはどう考えても納得できるものではありません。最初の750億円の積算根拠、これと現在の個々の施設について、米軍と相談して決めてきた あ,あのことありましたが、このキャンプシュアブ再編成工事というのはえ、終わったわけじゃなくて、今後もお施設の整備は続きますよね。どれだけのお施設整備を予定しているんですか、えー。キャンプシュアブ再編成工事に要する経費につきましては、えーまあ、平成21年ですから2009年当時に、えーまあ、当時はまあ大まかな見積もりとして、えー、普天間飛行場及び、 え、キャンプシュアブに所在する施設の規模等を踏まえて、えー、まあ、約600億円とお示しをしてきたものであります。まあ、その上で、えー、まあ、令和元年、10年後のだから2019年の12月に、経費の概略としてお示しした約750億円につきましては、これは平成21年から、 その令和元年までの人件費や資材の物価上昇分を反映した見積もりであります。えー、まあ、そのキャンプシャーブ再編成工事につきましては、まあ、先ほど申し上げましたが、個々の施設ごとにですね、え、まあ、日米間で必要な調整を経た上で、日米合意したものから、工事を進めていくということとしておりまして、え、まあ、その結果として、えー、 今のようなあ状況というふうになっているわけでございます、まあ。日米間で合意した施設整備の計画について引き続き、えー、これはあの適切に公表してまいりたいというふうに思っております。まだこれからも施設整備があ続くわけですね。す、え、で、ー、に当初の見積もりはあ超えているわけです。しかもわずか3年でですね、見積もりの予算が超えてしまうというのは、これは、えー 納税をしている国民としては絶対に納得できるものではないんじゃないですか。で、 この、一体どういう、え、積算根拠、750億円という数字を出してきたのか、え、2019年の見積もりは、実際はですね、え、埋め立て、え、土壌、埋め立ての、お、ガンズりえ、の埋め立ての費用やですね、今のキャンプシアブ再編成事業、え、これらもですね、2019年の見積もりは、実際よりも、 小さく見せかけるものだったという可能性、疑いを持っております。さっきも求めましたけれども、総理にも2点求めたいと思います。一つは、2019年の見積もりが一体どういう根拠によるものだったのか、これを調査し報告すること。もう一つは、現時点での 正確な見積もり、あと十二年かかりますから、総理。今後の正確な、あとどのぐらいかかるのか、という正確なあ見積もり、えー、これを示すことは、政府の最低限のお責任だと思います、えー。そういう根拠を、総理,総理示していただけますか、約束してくれますか。防衛大臣、木原稔君あのー、地盤改良工事の追加にかかる費用であるとか、あるいは、 その令和元年、えー、2019年、うん、つまり10年後のですね、その時の、おまあ、埋め立て材、あるいは人件費の単価、そういったさまざまな要素をですね、踏まえまして、えー、まあ、これは沖縄防衛局において、まあ、見積もられるということになるわけであります。えー、今の答弁聞いていても、辺野古の新基地建設の予算は合ってないようなもんです。 アメリカとの交渉でどん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 上がっていく。で、あと十二年かかるんですよ。もう既に予算なくなりつつあるんですよ。それに対して根拠を示すのは政府として最低限の お責任だと思います。えー、予算委員会への資料の提出を求めたいと思います。報告理事会で共有いたします。あのー、聖はこれまでですね、普天間基地の一日も早い、えー、危険性除去のために、辺野古に代、えー、外施設を作ると強調してきました。えー、そもそも普天間基地が どのようにして現在のような危険な基地になったか、総理はどのように認識しておられますか。戦前、えー、普天間飛行場の場所、役場や国民学校、郵便局、病院などが,が、えー、存在し所在した、街道が通っていた、さらには、えー、集落が、えーえー、所在するう田畑が広がっていた、まあ、こういったあ話を聞きました。えー、そして戦時中昭和 二十年四月、えー、米軍が上陸した後、土地を接収し、えー、普天間飛行場が建設された。こういった歴史を辿ったと承知をしております。お今の閣僚の中にですね、普天間基地は何もなかった佐藤霧畑の真ん中に作ったという認識をお持ちの方もいらっしゃいますので、今の総理の話をですね、えー、きちんと受け止めていただきたいと思います。どなたとは、あえて名前は言いません。えー、そもそも、 普天間基地は、えー、沖縄戦で住民が収容所に入れられている間に、米軍が住民の土地を一方的に囲い込んで、えー、建設したものです。米軍の許可が降りて、えー、自分たちの、えー、家に戻ろうとしたら、集落丸ごとを基地に変えられて、えー、いたのです。住民は、米軍から割り当てられた周辺のお狭い土地に、 住むしかありませんでした。それでもですね、総理、それでも、1972年の本土復帰の頃までは、今のような基地の運用はされていませんでした。当初は、滑走路も使われずに放置され、住民の出入りも工作も可能でした。ところが、 1974年に、米軍の那覇飛行場、現在の那覇空港ですが、えー、この返還のためとして、えー、そこに配備されていた P3C 哨戒機をカデナ基地に移駐して、訓練は、えー、普天間基地で、えー、行うことになりました。そのためにですね、えー、日本政府が普天間基地の滑走路を お、整備し直しました。突然、騒音の激しい基地に変わったわけですね。さらに、1978年には、北端町にあった半尾飛行場の変換に伴い、格納庫や中機場を整備しました。当時、沖縄県はですね、補修、革新を問わず、普天間基地の強化に反対し、変換を求めてきましたが、日米両政府は、 え、見向きもしませんでした。え、それどころか、1976年には、岩国基地から1000人規模の第一海兵航空団が、県内に配備されました。そして、1992年には、ハワイから CH46E ヘリ12機が配備されました。 総理、普天間基地を現在のような危険な基地にしたのは日米両政府地震であります。基地のたらい回しでは同じ過ちを繰り返すことに えー、な,るなるんじゃないかと思いますが委員、えー、ご指摘のように、この昭和49年の米海軍 P3C の嘉手納飛行場への移注、また昭和53年のハンビー飛行場の返還、さらには今、岩国式市からの移転など、さまざまなご紹介がありました、まあ、こういったあの経緯を経て、現在のような運用が行われるようになって ようになった、えー、このように、まあ、承知をしております、あのー、この、うんまあ、形成過程におついては、さまざまな議論があると承知をしておりますが、まあ、いずれにせよ、まあ、世界一危険と言われる普天間飛行場の固定化、これはあ絶対に避けなければならないと考えております、えー。沖縄の基地負担の軽減のために全力を尽くしてまいります。えー、要するにね、このいろんな基地をたらい回しした結果、たらい回しした結果、 あ基地に、えー、今のような危険な基地になったわけです。それをやったのは日米両政府です。いずれにしても普天間基地を解消しなければならない。と言って辺野古に基地を作ろうとする。同じたらい回しじゃないですか。危険な基地を作るようなものじゃないですか。問題の解決にはならないと思いますよ。普天間基地を世界一危険な基地にした失敗をまた繰り返そうと。 してるのではありませんか、えー、世界で最も危険だと言われている普天間飛行場の固定化。これは絶対避けなければならない、えー。これは県民の皆さんと思いを共有していると考えております。そのために努力をいたします。だから同じことを基地のたらい回しの結果、 あの静かで、のどかな基地だった。まあ、のどかというのはあれかもしれませんが、基地の出入りもできた、そういう普天間基地が、今のような危険な基地になったのは、たらい回しの結果なんですよ。それを今度は、また辺野古にたらい回しをしようとしてる。そのやめるべきじゃないですか。いずれにせよ、この普天間飛行場の固定化は避けなければならない。そして、そのための唯一の方法が、辺野古への移転だと、考えて取り組みを進めております。 それじゃあ、辺野古では基地を作ったら危険な基地にならないのか。この点についてですね、辺野古の集落では、えー、0二8八年、二0 1八年の八月から防衛省が航空機の騒音測定調査を行っています。えー、この騒音測定調査、あこれが、えー、防衛大臣、どういう経過で調査することになったのか、えー、どれだけの騒音の発生が、 えー、確認されているのか、えー、説明していただけますか。防衛大臣、木原稔君委員長。赤嶺政賢君総理、もう基地を移す前からですね、今の防衛大臣のような、えー、説明の騒音が、あ、起こっているんですよ。着陸隊があるもんですからね。で、そして、えー、十、夜の十時から翌朝七時までの、 騒音も年間で五百七十七回。これは公共の安全に配慮した飛び方ですかこんなのが。米軍に対してですね。こういうのが起きてるわけですよ。だから、辺野古に新しい、えー、基地ができたら、住民が一層激しい騒音に悩まされると思いますが。こうしたあの、えー、施設。 の運営には地元の理解は欠かせません。地元の皆さんの負担軽減に向けて日米で努力をすることは重要であると思います。日本側として米軍の協力を求めていきたいと考えます。今の総理の答弁は、現に基地の被害に直面している私たちにとって非常にうつろに響いてまいります。 米軍に対して何もできない日本政府、それがですね、騒音被害を抑える、こういうことなどできるはずがないと思います。これは日米一位協定があるからだという主張は、総理もよく理解できると思います。あの普天間にですね、与那城千恵美さんという方がいらっしゃいます。2017年12月米軍ヘリの部品が 保育園に落下してきたときに、子供さんを預けていたお母さんの一人です。あの事故から、仲間たちと一緒に、子供たちに安全な空をと活動を続けています。政府が先月、大執行訴訟を提起したとき、玉木デニー知事を激励する集会が、県庁前の広場で開かれました。そこで、与那城さんは、 次のように訴えています。普天間基地がなくなればと本当に思うけれども、その負担を名護市民に移すのは普天、普天間の危険を知る私だからこそできない。県民が今こそ辺野古の新基地建設、阻止をめぐって踏ん張る時です。このように訴えました。総理、現に基地の被害を受けている住民に、こういう苦しい 思いをさせていることについて、えー、どのように、えー、思われますかあのお、基地の苦しみは、移すのではなく、えー、そして、その、なくすべき、苦しみをなくすべき、えー、痛みのですね、移転ではなくて、痛みをなくすべきと思いますが、沖縄県の皆様方には、まあ、多くの、 この米軍施設、区域が集中することによって、大きな基地負担を担っていただいていること、これを重く受け止めています。具体,具体的に苦しみにあわれた方々の思い、これは大事にしていかなければならないと思います。そういいった思いを胸に沖縄の基地負担軽減 これは政権の最重要課題です。えー、一つ一つ、えー、このお成果を着実に積み上げたいと考えます。委員長、赤嶺政権君。今、沖縄は負担の軽減どころか、安保三文書によって、えー、自衛隊のおミサイル基地が 強化をされ、民間空港公安まで軍事利用され、そしてアメリカの海兵隊が離島にまで展開する。えー、負担の軽減どころか、今現状はですね、負担の強化ですよ。で、それをですね、平気で負担の軽減でえ努力するという、う総理の発言はとても、え、受け入れられるものではありません。<っ>えー、ちょっと時間がありませんので、イスラエル・パレスチナム紛争について、え、伺います。 税金の無駄遣いに、口うるさいイメージがある維新さんのことですから、さぞ辺野古について税金の使い方については、厳しい追求をしてくれると思って、国会の議事録を検索したところ、こんな感じでした。どう思いますか